おはよう。おはようだ。声出てる？ねポズ。これ大丈夫かな？なんか不安定なんだよな。なんかマイクが不安定なんだよね。いっか。コミュ障くんさん、宝くじしかないねわら。宝くじしかない。百吉さん、短期さんってもう資産が割っちゃいけないところ割ってしまった感じだよね。1万通貨もこじれないんだ。FX 配信は面白くない。いやもうね、百吉さんね、100万以下はみんな一緒なの。あれだよ。1万だろうが、10万だろうが、50万だと違うな。1万だろうが、2万だろうが、3万だろうが、4万だろうが、5万だろうが、6万だろうが、10万だろうが。20万と50万と100万かな。もうね、変わらんよ。もう20万以下は。20万以下のお金でやってる人たちはさ、あれだよ。みんな同じ扱いだから。1万だろうが、5万だろうが一緒だから。俺の資産が5万になると、すごい増えたように見えるけど。同じだって。1万通貨って言ったってさ、5万あれば、1万通貨こじれんじゃん。オリリン、夜、3金曜日見てなかったからわからんけど、SBI 出勤した。ああ、出勤した。いや、これさ、そんなこと言ったらさ、これは？XM だってポジってんだよ。5000通貨ポジってんだよ。短期ロットだけど。5000通貨。ずーっとポジってんだよ、これ。先週からずーっとポジってんの。先週からのポジがずーっと残ってんだけど、1354円で5000通貨ポジってんだよ。ユーロをね。ずーっとこのポジション持ったままなんだけど。あ、なんか上がった。5000通貨でしょ。不動産海外に全部突っ込めばいいんじゃない。うわ、なんか上がった。ああ、ロー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 。ボリネバのプラス3シグマじゃん。ロー、ロー、ロー、ロー。ロー、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 ロー。海外に全部突っ込めばいいんじゃない？そういう問題じゃないだろう。ああ、だから、あ、コミショウ君さん。コミショウ君さん、夜中見てなかったのか。あ、見る？考えた、素案があるんだよ。見る？見る？どこだ？これかな？コミュ障くんさん、何の件？3万を10万にするプラン。3万を10万にするプラン。最初ね、最初月収30万っていう、プランだったんだけど、これ見えるかな？最初ね、月収30万プロジェクト始動だったんだけど、
いろいろ話をしてるうちに変わったの。3万を10万にするプロジェクト始動。コミュ障くん3単勝 3.4 倍に1点張りすればいいんだよ。だから、それをいろいろ考えてたわけよ。どうすればいいかって。3万を、結局ね、3万を10万にするプラン始動。結局なんだっけ ?3 万を10万に増やせる手段を考えるんだったんだ。これだ。3万を10万に増やせる手段を考える。1019-04-22-8-41。森林、夜、3投資工学 W。投資工学。目標、普通のサラリーマンが給与価格30万。これを上回る収入を得ること。手段を選ばず。投資資金3万で。投資資金1万を XM で5万。残り25万。うん。3万を10万に増やす。そんなんどうでもいいです。さきちゃん、うつはれ。さきちゃん、今日何も言ってなかったよ。さきちゃん、今日は出てこなかった。投資工学に基づき、お金を増やす手段を考える。競馬パチンコは論外。終わりの始まり配信。競馬のパチンコは論外。競馬は論外でもない。ダノンプレミアム 1.3 倍はないだろう。いろいろね。3万を10万に増やす手段を考える。おはよう、ふわっち。トレードの目的を、暇つぶしから金儲けに変更します。これね。今までトレードしてたのは暇つぶしだったんだけど。トレードの目的が暇つぶしだったんだけど、金儲けに変更します。で、影さんが、一瞬で崩れそうなプランですね。で、プランを考えたわけだ。いろいろずっと考えたの。いろいろ、じゅんさんとも話してたし、いろいろ考えたんだよ。西、西武園5レース、鉄板だぞ。571点ぶっ込めやとか言って。元手が3万、パチンコも無理じゃんとか。だから元手3万じゃ投資工学使っても、偏差ですっ飛ぶぞ。っていろいろ言われてたんだけど。ね、まずね、FX の場合、FX での場合、10万通貨で、国内の FX10 万通貨で、20ピップス。1日1万5千円稼げばよい。1日1万5千円稼いで20日間稼げば、30万になるよっていう話してたんだよ。で、XM の場合、1万を10万にすれば、いけると。で、これはね、1年に1回ぐらいしかできない。で、ね、これね、これいろいろ考えてたんだけどね。で、ハイローの場合、コミュ障くんさん国内に10万通貨貼れんでしょ、あら。ハイローの場合、ご当日、9時半から9時35分から9時40分から、下げから始まるときは勝率高し。上げから始まるときは勝率怪し。だから、下げて始まったときの、中根、五等日中根ハイローは、勝てる確率が高いよと。勝率な、75%。だから5000円を9400円できるよっていう。で、4月25日は金運が悪いからやめとこうっていう。だからね、だから、結局最終的な結論としては、まず、3万円、元手が3万円あるじゃん ?3 万円。で、XM888 倍で、元本1万5千円を、最大12万通貨ポジれるところを、6万通貨ポジって、逆差し35ピップスで、差し値50ピップスで、勝つと2万1000円の勝ち。負けると1万5000円の負けで、リスクリワード 2.1対1.5。これで2万1000円の収入です。コミュ障くんさん毎月10万稼ぐって話なん。今年10万稼ぎたいって話なん。あー、それによって違う？あー。まあ、いい投資。10万
稼ぎたいという話なのか。毎月毎月ああ、それをそのままコピペでればいい。百吉さんなんか急に計算したり、必死に文章を書くようになっててくさ。生暖かい視線3億光年5分速はマイナス2シグマ超えた。マジで？コミュ障くんさん、今年って話なら1日300円稼ぐ方法を考えればいいし。違うんだよ。違うよ。この続きがあるんだよ。続きが。あ、3万を10万に増やせる方法を、手段、あ、3万を10万に増やせる方法を考える。3万を10万に増やせる方法を考える。方法を考えるでしょ？それが10万が達成できたら、10万を30万にする。方法を考えるわけで。暖かい自然産したコイン300種類を100円ずつ買う1種類でも1000倍になれば勝ちだな。だからまずは3万を10万にしてみようっていうことなの。ああ。コミュ障くんさん、確実に3万を10万にする方法なんてないよ。まずは、3万を、百吉さん、さすがに短期さんでも残り資金で焦り始めたか。10万に、する方法。コミュ障くんさん、プロのトレーダーが年率 10% 叩き出すのにどれだけ苦労してると思ってるんだ。まずは3万を10万にする。年率 10%？ そんなん、あれだよ、カスだよ。年率 10% なんてカスだよ、あんた。年率10%は、カス。モリリン、夜、三投資工学を勉強したら3万を10万にできるんか。生温かい自然産、あのさ、短期エモン株で11年勝ち続けてる私でも月利益率 0.78% だからな。わかってるか、コミュ障くんさん、本当にアホだね。だからさ、あのね、百吉さん、土日だけバイトして投資配信続ければ。あのね、アラジンチャンスさん、おはよう WO トークンってのがあるらしいと。お、そういうのいいね、 WO トークン。もう草コインやだ。草コインさ、取引停止になっちゃうからね、上場廃止になっちゃうから嫌なんだよ。うん、まあね、あのね、あの、コムサと、まあこれコムサ下の方に書いてある。14分。コムサと、どこだ？仮想通貨どこだ？仮想通貨どこだ？あ、ここな。コムサと財布トークンがあるんだよ。コムサと財布トークンで10万稼げる可能性があるんだよ。うん。それはある。可能性はな。これは、ね、年間でってことな。今年中に10万稼げる可能性。うん。今年中に
10万稼げる可能性はある。FX で、だってさ、FX で、マックスで貼り、国内 FX でマックスで貼り続けたら、3年間で3倍以上になる投資対象なんてそんなにないよ。生温かい視線さんごめん、1年で10万にするの。働け。違うよ。見てよ。ちょっと見てよ、これを。計画2を見てよ、ここ。ここがあれだよ。肝なんだよ。推し。計画2と計画3を見てよ。コミショウ君さん、1年で10万なら1日300円稼げばいいんだぞ。違うっつってんだ。1年で10万じゃねえっつってんだろ。XM880 倍で元本1万5000円から最大12万通貨ポジれるところ、6万通貨で逆差し35ピップで、足し値は50ピップで、勝つと2万1000円勝ちと。な？それで2万1000勝つじゃない？で、あと、残り7万9000円じゃない？ハイローで、為替が全体的に下げてる時の、五等日中値ハイローで確実に取る。五等日中値9時30分から。コミュ障君さん、コムサが来月3倍になると思ってるって話。コムサは、まあ、あれだよ。ボーナスみたいなもんだ。五等日中値、連続で負け続ける場合は無視と。9時3から、15分ハイロー一発勝負で1万5000円は2万8200円にする。だから、ハイローに1万5000円、XM に1万5000円でスタートするんだよ。で、2万8200円にするでしょ。で、1万3200円の勝ちでしょ。で、残りが6万5800円。うん。1、2ともに勝つと3万4200円の勝ち。モリリン、夜、3XM は足引っ張ってるからやめるって言ってなかった。生温かい視線さん、短期決戦もゾロ目のお父さんに芝居てもらおう。ゾロ目。そうすると、元本が6万4200円になりますよと。ね？わかる？ 6万4200円になったでしょ？簡単でしょ？アラジンチャンスさん、ハイローは一発でなくなる可能性もあるね。ハイロー負けた時のパターンは。うん。簡単でしょ？これ。これで達成できそうでしょ？君さん、前提条件が必勝。ってのがアホだよね。これ簡単そうでしょ？これ、1ヶ月とかそういう、1年とかそういうレベルの話じゃないじゃん。とりあえず一勝すれば勝ちだよっていう話。夜、今からやってみよう。一勝すれば勝ちだよって話だよ、これ。これ。一勝すれば勝ちだよ。一生すれば勝ちだよプランだよ、これ。ね？で、プラン3。で、それで6万4200円になるじゃん、元本が。で、プラン3。XM888 倍で、元本3万円から最大24万通貨、12万通貨で逆差しして、35ピップで、差し値50ピップで、勝つと4万2000円勝ち。ね？それで、4万2000円勝つでしょ？残り 2.38 万円。で、ハイローで、為替が全体的に、為替が全体的に下げてる時の五等日中値ハイローで確実に取る。五等日中値ハイロー、9時半から9時15、15分、15分ハイロー一発勝負で、元本3万を、元本。アラジンチャンスさん、前提条件が笑えるんだが。元本3万を5万6400円にするでしょ。生温かい視線さん、お前マジそういう計画にもならんものに時間使えるなら、両つべの動画増やしてチャンネル登録者1000人目指せよ。目指してるよ。キャッチさん、数学で勝った場合の数式を導き出すのは誰でも。元本3万円を5万6400円にするでしょ。るのですか。そうすると、26,400 円の勝ちでしょ？ 26,400 円。ほら、超えちゃった。残り0。1にいいとも勝つと、68,400 円の勝ち。そうすると、元本が 132,600 円になります。達成。2チャンス。
コミュ障瞬間真剣に考えることの方向性が違い。2チャンスで10万達成。生温かい視点さん、そろそろ病院に立てるべき。アラジンチャンスさん、いずれかが負けるシミュレーションもしないと対応できないと。2チャンスで10万達成、みんな納得。オッケー。あ、これ動画にしとこうな、やっぱな、面白いからな。一回切るね。これもう、あれだよ。森林、夜、三本間にアホやな。